自民党の長谷川学議員をめぐっては、総務副大臣時代に自治体関係者に向けたとされる暴言の音声データを週刊文春が今月26日に公開しました。このほか長谷川議員への対応で札幌市職員が長時間労働を強いられているとも報じています。鈴木知事は今日音声データを確認した上で長谷川議員と電話でやり取りしたことを明かしました。適切に対応すべきではないかと、この改めるべきは改めるべきであるということを直接申し上げました。申し訳ないという謝罪とともにですね、しっかりと改めていきたいというお話がありました。長谷川議員は自身のブログを更新し、不徳の致すところです、以後時代に即した表現方法に変えてまいりますなどと綴っています。